マイク・ニコルズはアメリカ合衆国の映画監督、舞台演出家。史上16人しかいない、グラミー賞、アカデミー賞、トニー賞、エミー賞の4賞受賞者である。ドイツ・ベルリンにて生まれる。本名はミハイル・イゴール・ペシコブスキー。父親はウィーン出身のユダヤ系ロシア人の内海で1920年頃ドイツに移り住んだ。母親はユダヤ系のドイツ人であった。 1939年4月、ナチスドイツのユダヤ人迫害から逃れるため、当時7歳のニコルズは3歳年上の兄と共にアメリカに渡った。父親はその数ヶ月前に単独でアメリカに脱出しており、同年4月28日に一家はニューヨークに移った。イタリア経由でヨーロッパを経った母親とは1940年に再会した。 シカゴ大学で医者になるため勉強していたが中退。1953年、ニューヨークに帰りリー・ストラスバーグの下で、メソッド演技法を学ぶ。しかし、舞台の仕事は得られなかったためシカゴに舞い戻り、1955年に、コンパスプレイヤーズに加わる。そこで知り合ったエレインメイト1958年に、喜劇コンビ、ニコルズメイを結成する。 1962年にはニコルズメイでグラミー賞の最優秀コメディパフォーマンス賞を受賞。やがてオフブロードウェイの舞台に出演。その後演出も手掛けるようになりブロードウェイで活躍。1964年のベアフット・イン・ザ・パークでの監督賞などトニー賞を7つ受賞している。1966年バージニア・ウルフなんか怖くないで。 映画監督としてデビュー。この作品はアメリカ映画における検閲制度であるヘイズコードが撤廃されるきっかけとなった。さらに翌年の卒業でアカデミー監督賞を受賞し、アメリカニューシネマを代表する映画監督となった。妻はグッドモーニングアメリカでアンカーを務め、現在は ABC ワールドニュースアンカーとしてアメリカを代表するニュースキャスターであるダイアン・ソイヤー。 息子は映画監督のマックス・ニコルズ。2014年11月19日、心不全で成去。83歳坊津。ありがとうございます。